今忙しいんだ。え、お客様だったらどうすんだよ、おい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、春の月5日目。お、なに？のび太。おはよう。あれ？シーフィーさんおはよう。ねえ。釣り竿あげる。マジで？急にどうしたの？のび太釣り竿ないでしょ？今度一緒に釣りしよう。いいね。楽しそう。釣りについてちょっと教えようか。お願いします。ありがとう。それじゃあ釣り場所はいろんなところにあるわ。海とか川とか。へえ。いろんなところを探してみたいな。釣り場所に立って釣り竿を持つと A ボタンに釣りを始められるわ。だから釣り竿を投げると浮きが出てくるわ。その浮きが沈み切った時に A ボタンに引くことができるの。うまくいけば釣れるっていうわけ。簡単でしょ、うん、一応巻き餌なんていうのも合ってるから使ってみてね。何？巻き餌？うん。釣りをする前にそれを使うと釣りやすくなったりいい魚が来たりするのよ。へえ。便利だね。実はあとはそう、時間や天気によって釣れる魚が変わるのよ。そうなの？ええ、いろいろな条件で釣ってみてね。でもあまり一つの場所で釣り続けるのはおすすめしないわね。なんで？だって魚にバレちゃうもの。釣りにくくなるのよ。そっか、気をつけるよ。釣り竿を用意して待ってるから取りに来てね。はい。あ、ここにあるんじゃない？わかった。ちなみにカジキは海で釣れるわ。え、あ、そうなんだ。よろしく。カジキ釣ってね。あ、うん、他の魚も釣るよ。そっか。それじゃあ、うん、それじゃあ、何、なんでカジキにそんなこだわるの？あー、カジキ釣れたら持ってくるね。ありがとう。あ、なるほど。今の選択肢でちょっと有効度が上がったっぽい。え、なんやろ、今までの牧場物語みたいに恋愛要素みたいなものは別にないんかな。ま、伸びたやしな。ま、伸びたやけん恋愛がないっていうわけではないと思うけど。えい。まあその辺はないか。静香ちゃんをですね。とりあえず今日は疲れるまでできるだけ多くの石を壊していこうと思います。いい感じ、いい感じ。とりあえずかなり疲れてきたってなるまでは頑張ろう。12時になるまで食べ物屋さんもあかんし。お、かなり疲れたぞ。もう早いな。だいぶ早いな。じゃあここにタケノコを入れますか。食べた。食べた。おお、違うぞ。食べるな食べるな。ちょ待って、入れたいんですけど。一個分になったよね、ランチくん。つらい。待って、でも回復した。26、大して回復もしてないし、つら。ひどい。私が一生懸命取ったというのに。海はどっち方面だい？ミニマップ、ダザーン岬、こっちやね。ふぅ、とりあえず釣りに行きますか。原っぱ広場を通って、こっちの方向だね。私が一回間違えて行きよったとこや、ダザーン岬。やってきたよ。どこ？こっちか。ザザン浜辺。あれ？あの家は一体どこにあるの？ないんだけど。何か拾えるようなものとかある？おお、静香ちゃん。ザザン、あ、違う。ザザン岬に家があるんや。ちょ、待って。ちゃんと静香ちゃんのアイコンも表示されとったね、ここに。ザザン岬。建物、あ、ここか。あれ？原っぱ広場や。違う。ちょ、待って、どこ？ザザン岬。あ、ここか。うん。カジキが取れる。あったあった。シーフィーさんの釣り屋。あ、いたいた。どうも。前行ってたでしょ？あげる。ボロの釣り竿をもらった。ボロでも釣れる？カジキ。うん、うん、何も必要じゃないよ。用がないなら話しかけないで魚が逃げちゃう。どこから釣ってんの？ここ家の中だよ。
この辺から釣れるんかな。よいしょ。海で釣れるって言ってるの、全然一緒に釣ってくれんやん。魚影とか見えるんかな、これ。あ、来た。え、よし、かかった、かかったの。アジを釣り上げた。やったー、アジー。初めて魚を釣った。あ、そっか、荷物が。荷物が。とりあえず、これで魚が釣れるようになったということって、何やってんの？春の波の音を聞きに来たの。夏とは違う音がするんですって。へえ、そうなんや。海にのび太の仕事なんてなかったはずだが？あるんですよ、それが。魚を釣るという。これで釣って出荷することもできるようになったというわけだ。いいね。あ、こっちシーゼンタウンの東か。ちょっと待って。あれだわ。そういえば、ここは鍛冶屋金婚館。うん。そういえばお前牧場を始めたんだって？そうなんです。そしたら、うちのお得意様になるってこったな。なんで？そうなの？そうだ。今使っているクワとかジョウルとか、もっと使いやすいものにしてやれるんだぜ。最初はちょっと使いやすい程度だけど、どんどん使いやすくなっていくからよ。いっぱい強化していってくれよ。もちろん素材灯台は持ってきてもらうけどな。まあ素材が拾えねえっつうなら、うちでも売ってるからいつでも来てくれ。よろしくな。これからよろしくな、お得意様。今忙しいんだ。え、お客様だったらどうすんだよ、おい。おい、何が忙しいの？ご飯じゃねえか。え、ずるい。春はいい季節だと思わねえか？まあね、いいね。穏やかだしね。お客様よりも、そうやってご飯を優先するというのはどうかと思います。つらーい。さあ、とりあえず、出荷しますか。出荷と、あと、岩を収納箱の中に入れておこう。とりあえず、アジ、星3つ。そして、はい、取った石材を、収納箱の中へ。はい。OK かな、これで。ちょっとずれてるの気になるから。気になるから。さあ、これで、また釣りにでも出ようかな。カジキを釣って持っていけばいいんよね。シーフィーさんやった？ちょ、名前がいまいち覚えきれてないんやけど。この辺でも釣りはできるな。多分。そういうことやろ。で、なんかアイナ牧場の中にある、あ、この池みたいなところでも多分できるってことよね。この辺の周りに咲いとる花がめっちゃ可愛い。はい、ザザーミサ。カジキが釣りたいです、カジキが。なかなか釣れんのかな？あ、どうも。今行くところがあるの。何？どこ行くの？釣りや？釣りするの？よいしょ。あ、違うわ。はい。あ、やっぱり釣りしに来たの？マジで？ごめんね、邪魔で。申し訳ないね、邪魔で。一応これ、魚影がやってくるのが見えるけん。それをしっかり見て。あ、でかい。今回のでかいよ。あ、ダメだ。くっ。どういうタイミングで釣り上げればいいんやろ、これ。おいで。お魚おいで。なんか後ろで見られてるのめちゃくちゃ。あ、ちっさい。どういうタイミングなのかがわからない。こんにちは。ね、海って広いね。ほんと。そう思うよ。どういうタイミングで引き上げればよろしいのかしら。なんかそこのね、A ボタンのマークが光ってくれるとかあればいいんだけど。ないよねー。なんかもうずっと小さい魚影やし。どう？よし！ちょっと魚影が消えたぐらいの時でかっ！びっくりした！そういう感じなのね。はい。
カジキ、カジキ、カジキが来てほしいです。あのでっかい魚がそうやったんじゃないんかなってやっぱちょっと思ってしまうよね。さあどう？でっかい魚へ来い。同じ場所でずっと釣り寄ったらこうなるって言ったけど。どう？ああ、もう来ないやつ。来なさそうやね。場所変えよ。なんかこっちの方とかでも釣れるんかな？こっちこっち。ちょ待って。この辺とかでも釣りできる？あ、できるっぽい。どれ？来い来い。さあ、来いよ。どう？デカめの魚影とか来ないっすか？何も現れないんだけど。やっぱ結構波があるけん無理かな、この辺。釣り糸は垂らせるけどって感じ。無理やね。もうちょっと。すげえ。すげえ、私もあんな魚が釣りたい。どうや。なんか来ない？この辺いい感じの岩場やと思うんやけど。波はあるけど。やっぱ波ある場所じゃ無理かな。もうちょっと穏やかな場所じゃないと来ないっすか、魚は。ダメだね。この辺の貝殻もすごく気になる。人手は拾えないのか。まあ、とりあえずでも今日出荷できるものはいっぱいある。よかった。どっちだったっけ？こっちか？ん？こっちじゃないね。シーゼンタウン東だね、こっち。とりあえず、原っぱ広場を通って、そんな名前やったっけ？原っぱ広場合ってる合ってる。よかった。はい、ここを通り抜けて、アイナ牧場へ戻りましょう。どっちやっけ？こっちか？あ、やった。ちょ、道を間違えそうになるんよね。はい、これで。一応釣りは疲れないのか。まあでも多分普通に移動とかしよっても疲れるは疲れるんやろうな。イカ。はい、出荷。カズラガイって言うんや。へぇー。こんなもんかな。じゃ、ドラえもん頼んだよ、あとは。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あれやね、静香ちゃんが働きよるところも見に行きたいね。今までとりあえずスネオ、ジャイアンは行った。ドラえもんも一応行ったんか。呼び出された感じやけど。